おすすめのお店ということでして、いやー、どうです？実際ちょっとね、私ね、ありすぎて、いやあー、われかりも、ます。あそこも紹介して、これも、あそこも、どこのあれもって、ちょっと選ぶの苦労しました。ですね。もう、本当にこう、泣く泣く一つ選びました。鹿児島市は、新たにございます、ラーメン屋さん、太一商店というところでございます。はい、こちら。喜舎場電停の目の前です。はい。電停の近くなんで見すたことあね。るんじゃないですか？この感じ。じゃあこの雰囲気。私、気づかずに通り過ぎてしまってるええー、あ、かそうですか。ら。ラーうん。メン屋さんなんですそう、か？ラーメン屋なんです。見てくださいよ、これ。野菜たっぷりですはい。ね。すごいでしょ手前のこれう。チはャい。ーシューですそう、か？これチャーシューなんですよ。分厚さ伝わってきますね。そうそうボリそュームうそたっう。ぷり。で、その左にね、白い塊、これ、ニンニク。ニンニク結ニンニ構ク量があっ多いですて、量ね。がそうある、量がすごい。で、上にはニラ、もう卵、もうね、私のソウルフード、スタミナ食でございます。確かに元はい。気になりそう。二郎系っていう東京のラーメン。ありますね。二郎系と、九州のこの豚骨背脂のスープが、うまい感じでこうミックスしたような、食べ応えもあるし、かといって、二郎系のように食べる満足度に全振りした、スペックではなくて、味もとことん追求されてるっていう。これは、野菜多めの量です。選べるんですよ。麺の量もそうなんいいでですけすど、ね。麺の量、スープの濃さ、ニンニクの量、あと野菜の量。コロナ前は、1週間に1回は行ってました。すごいペースで行って必ましたず、ね。必ず、必ず。飽きないですか？飽きないんですよ、これがまた。もう食べれないってなるんですよ、もう満腹感で。二度と食べれないやって思うんですけど、またその一週間後には足が向いちゃうっていう。まあこの太一商店、とにかくですね、まあすごいのが、そのサービスに現れてる、まあ量が多いってのもそうですし、マニフェストっていうのがありまして、マニフェスト。はい、その名も、顎を鍛えて、活力ある日本に胃袋から貢献する。素晴らしい。マニフェストってなんかちょっと選挙みたいですいけや、ど。選挙ですよ。ラーメン選挙。ラーメン選挙。はい。何より、顎疲れたなんですよ。それをこう野菜と かおはい。肉とかそ食べ応えがあるからってこう。おとです肉か？が分厚いのもさっき写真でご覧になった通りですし、麺も極太麺。なるほど。そっだから食べ応えがあって。で、極太麺だからこう茹で時間がかかるんですけど、か。それもね、ちょっとまたなんかこうじらされてるみたいで。なるほど。空腹がね、最大の調味料なんて言いますけども、そんな感じ。ほんと食べて、注文してから、まあ、10分ぐらい待つ。なる待ほっど。て、待って、待って、こうバネがパーンと弾けるようにこう食べたら、うわーってなるんですよ。カシノさん、相当好きですね。大好き、大好き、もうちょっとね。愛情が伝私わってもきほんと週に1回はいますから、まあ皆さん、ほんと、女性の一人のお客さんもたくさん多いです、行そきたこいは。です一人ね。でも入りやすい、そこもいいところ。いいとこですね。はい。これスはい。ープないんですか？そうなんです。ここはですね、メニューも豊富なんですよ。ほうほう混ぜほう。そばとか、イカスミラーメンっていうのもあって。パスタなら聞いたことあるいけや、ど、そうラーメンないですね。なんですよ。もうとにかくバラエティも豊富で、季節限定のメニューとかもこう、どんどんね、定期的にこう更新されていくので、太一商店最高です。ちょっと行きたくなりました。あ、本当ですか？プレゼン大ぜ成ひ功ぜでひ。す。ぜひね、行ってみてください。鹿児島市の新たですので。はい。ぜで、ひここ皆さんも。写真拡散 OK なので。はい。おお、そうなんですどんね。どん写真撮って載せちゃってっていうところなので。はい。実は鹿児島市内じゃないんですよ、今回。おお。薩摩川内市にあるお豆腐のお店を紹介したいなと思います。豆腐。大豆の花というお名前のお店なんですが、へえ。ここはですね、お豆腐屋さんが直営してるレストランなるなんほですど。よ。なので、まあ当然お豆腐が美味しいということなんですが、お豆腐ってこう、白くて冷ややっこにしたりとか、そうですね。そういうイメージが多いと思うんですけど、もういろんな料理に変身するんですよ。お豆腐って何ですか？揚げて焼いて、あとサラダにしてとか。それぐらい私普段食べてるといえば。お豆腐の
唐揚げって食べたことありますか？唐揚げですか？今大豆ミートっていうのがすごく流行っているらしくて、あ、はい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 、お豆腐でできたお肉のような食感と味が、いや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 、比喩ですよ。あの大豆が畑の肉って言われてるのはそうですよね。まさか本当にお肉みたいに調理しちゃうんですか？そうなんです。お豆腐のお肉で作ってるんですよね。ヘルシー。そう、ヘルシーなんです。でもすっごく食べ応えがあって、そうですか。素敵なんですよ。お客さんにあのお話を聞いたんですけど、はい、もうあ、唐揚げじゃないのって言ってました。間違えますか？そう、もうあの豆腐って知らなかったら、なんか本当にお肉だと思ったっておっしゃってましたよ。気になる。あの、はい、美人御膳っていう御膳があるんですけど、はいはい、いろいろなお豆腐の創作料理がたくさん少しずつあのつまめるような御膳になってるんですよね。でぜひあの樫野さんに聞いてもらいたいことがあって、はい、こちらのお店何ですか、ある大人気のサービスがあるんです。湯葉が作れるんです。え、自分たちが？そう、自分たちで、はい、あの湯葉カウンターっていうのが湯葉カウンターお店の中にあるんですよ。初めて聞きました。そこにあの新鮮な絞りたての豆乳を常にあの入れている状態で、4分5分ぐらい経つと膜が張ってくるんですよね。それを自分ですくって専用のお醤油で食べる。うわーうわー、もう美味しそう。もう大人気のサービスなんですよ。ちょっとね、話が少しそれますけど、はいはい、あの私菜の花マラソンに入社1年目の時に走らせてもらったんですけど、そのエイドステーションってあるじゃないですか。ありますね。で一番美味しかったのは湯葉、ですよ。開門岳が見えるスポットがあるんですけど、はいはい、あそこでね湯葉提供してて、知らなかった。大好きなんですよ。あ、そうなんですね。もうぜひもっと食べたい、あのもっとああいうその湯葉に包まれたいぐらい思っちゃってますから。もう朗報です。あのお料理をそこで食べた人なら無料で食べ放題、はい、すごっ。全員についてくるんですよ。本当ですか？本当です。いや、明日から行列できますよ、そこに。本当に大豆の花、大豆の花、ね、はい、ぜひ皆さんもあの薩摩川内市に行かれる用事がある時には訪れてみてほしいなと。少な、もうもうあと数人というところまで。本当ですか？はい、はい、私が引いたのは、はい、主中あさみアナウンサーです。はい、前回の動画見ていただいた方覚えてますか？私がドッキリを仕掛けた相手でございますね。そうでしたね。立川アナウンサーです。おー、この二人廊下とかすれ違った時どんな話してるんですかね。あえて苦手なもの、はい、ことっていうのはどうですか？会えましたね、それは。なかなか聞いたことない、ね、いやー確かに、うんうんうん、私少ない気がします。あの絶叫系とか怖いものも好きなので、虫大丈夫ですか？虫大丈夫です。あ、本当ですか？はいはいはい。ええー、あの昆虫食とか食べてみたいと思ってるタイプですか？あ、本当ですか？はい、私虫がダメですね。あ、そうなんですか？虫がダメです。一人暮らしだからもういつもその境で戦ってるんです。ちなみにもう4年目になりますけど、もうまあもう5年目になりますけど。そうですね、そうですね。あの G は出たことは？幸いなことに。まだよかった。まだよかったです。苦手なものを発表していただきたいと思います。教えてください。正直に。まんじゅう怖い的なことはダメですよ。